はい、こんにちは。札幌占い美容師の七橋琴です。今回はね、ボブを1分30秒で切りたいなと思います。1分30秒でボブを切る、内巻きに入りやすいボブをちょっと切りたいと思います。1分30秒で入れるとなると、まあちょっと1分30秒用のカットになるかなっていう感じになりますが、まあちょっと早くね、早く切ることもできるので、それもちょっとねやっていきたいと思います。はい、ではちょっと1分30秒のカットをやりたいと思います。はい、あ、そう、ちなみに僕これ正面に鏡がないので左右の長さのレングスがちょっと分かんないんですよ。なのでちょっとそこはご了承ください。ないんですよ、何もこの前に鏡がここにあるんですけど、なんで、ちょっとここを向いて切るとなるとちょっと難しいです。ですのでちょっとボブをね、切っていきたいと思います。使うのはアルシザーを使っていきます。はい、1分30秒。こちら結構疲れるんですよね。出るかな。1分30秒でボブどのぐらいにしよっかな。全然考えてないな。まあなんとかなるでしょう。はい、こんな感じですね。はい、で今1分30秒で切ったんですけど、ちょっとこれを見たいと思います。よいしょ。で、これボブにね、番組も切ったんですけども、ちょっと番組ね、ここちょっとあれかな、でちょっと皆さん見てもらいたいんですけど、これ僕編集一切してませんからね。これボブ切れてるの分かりますか。はい、これ1分30秒で切りました。はい、で、中はちょっとね、セニングっていうかシザーでちょっとここぶん回して切ったんですけど、ちょっと軽さウィッグね、これ引っかかるんですよね。ちょっと言い訳ちょっとさせてもらうと、ここ毛先がね、なんかこれ傷んでて引っかかるんですよ。これもっと人間の毛だと早いんですけど、なんかこう引っかかっちゃってすごいやりづらいっていう感じです。はい、で長さはちょっとね、鏡見ないとなかなか、でも合ってますね、比較的このような感じにカットができます。はい、どうですかね。まあ1分30秒だからまあこんなもんでしょう。ここ見えますかね。意外とこれカット綺麗に切れてると思いますね。それない。これついてる毛ですからね。ついてるじゃないや。切った毛ですからね。で、これちょっと、わかりますかね。ちょっと切れ、なんか
つれ、たれ、なんだろう、これ毛が。こういう感じかな。そう、こんな感じに切れます。まあカットラインはあんまり綺麗じゃないかもしれないですけどね。まあボブには切れてますよね、はい。まあ、1分30秒で、まあ、アイロン入れて切る。前髪はこういう感じ、はい。で前髪も、切り方を覚えればもうほんと2発か3発いけるんで、あとはね、どうやってこのコンベックスをうまく使っていくかっていう部分、コンベックスとコンケープをうまく使って、カットラインをぼかすってことですね。それができれば一番いいんですけど、はい、まあ、いろいろ方法があります。